はい、今回は南城市にある浜川歌姫に来ています。というかセミ、10月なのに朝からセミが大合唱しています。あ、そうそう、今朝の7時半で南部の方に来てるんですよ。本当に5月ぐらいから鳴き始めて、10月も鳴いてるって言ったらもしかして半年ぐらい鳴くかもしれないですね。それにしてはやっぱり森が深いですよね。緑が深いというのか森が深いというのか。前回来た時落ち葉がね、黄色い落ち葉がびっしり敷き詰められたんですが、今も茶色くなって普通の枯れ葉になってますね。なんか穴ぼこがあっちこっちに開いてるけれど、カニとかが住んでると思うんですが、中身見つけきれないな。じゃあ、何回も紹介してるので今回もパパッと動画を撮りたいと思います。根っこすごいっすよね。あ、神秘的だこれ。そしてこちらが浜川歌姫の拝むところですね。最初です。まあ、今回も聖域なのでささっと次へ行きたいと思います。このね、岩肌のガジュマルもすごいんですよ、本当に。っていうか、本当セミ、めちゃくちゃ鳴いてますね。どこにいるんだ？10月ですよ、10月。なんか幻想的っていうか神秘的ですね。光が漏れて、よいしょ、こっからね海が覗けたりするんですが、その前にこのガジュマルの根っこ、やっぱすごいですね。いつ見ても毎回同じこと言ってますが、毎回本当にすごいなと思うんですよ。あら、クモの巣だ。うわ、朝日で眩しい。いいっすね。今日の沖縄もね、晴れてていい感じです。本当パワースポットですね。で、浜川歌姫も映したし、ガジュマルと崖も映したので、今度は海の方へ降りて、八原塚の石碑がある海岸まで行きたいと思います。ここも絵になるんですよね、本当に。
あれ、またガジュマルが動いてる。前はね、もうちょっとね、左側にこの辺ぐらいにあったと思うんですが、真ん中に移動してますね。え、誰かが引っ張ってる？それとも、やっぱ夜な夜な一人で歩くんでしょうか。人の声がしますね。動いてるや。まあ信じてくれる人はあんまりいないと思うんですが、雨でね流されてるんでしょうか。わーすごいね。この階段の雰囲気も好きなんですよね。この岩、石っていいですよね。3人いますね。では海まで行ってみたいと思いますが、何回も蜘蛛の巣に引っかかってますね。いいっすよね、この森の感じが。そして青くて綺麗な海に、白い砂浜に、八原塚の石碑が朝日で何やら神秘的ですね。青い空と海、そして白い砂浜、そしてね緑、あ、月がまだ見えますね。はい、今回は浜川宇滝に来ていました。ではまったね、バイバイ。